こんにちは。暴君ガイです。あの line の登録の方をさせていただきました。改めてよろしくお願いします。で、リファイトクラブは専門の youtube チャンネルができるのかなと思っているんですけども、このままあの同じチャンネルで行かれるとしたら、それでも構わないかと思いますえー、チャンネル登録はしておりますので、引き続き、えー、情報発信の方よろしくお願いします。でね、今回、えー、ちょっとこの動画でお伝えしたいのはね。あのー、やっぱこう格闘技をやる動機の一つとしてまあ。 40代50代モテたいじゃないですかモテるために格闘技これはいいと思うんですよで実際にハードなトレーニングとかで痛々しいねあの組手とかをやるとスパリングとかをやると本当になんかモテるところじゃなくなっちゃうんでやっぱりソフトにやっていく部分でファッション感覚でこう格闘技をやってみるっていう意味でこのリファイトクラブっていうのは存在意義がねまた一つあるんじゃないかなと思うんですよ もちろん格闘技をがっつりやってる人から見ると「格闘技ファッションに住んだよ」「格闘技はなもっとハングリーなんだよ」ってそういうお気持ちは分かりますけども実際にこの体をね鞭打ってやるとなると本格的格闘技ははっきり言って難しいんですよ。ですんでそこそこ汗をかくんだけどもちょっとだけ厳しいよと。でもやっぱり楽しく末永くやるためのその一つのね トレーニングとして精神的なトレーニングとか身体的なトレーニングとか健康維持とかアンチエイジングさまざまなことを込みでこのリファイトクラブっていうのをね利用していただけるような環境を整えていきたいかなまあだから楽しくて少し痩せるみたいなねそんなにギリギリハードなやつとか、うん、世界のひのき舞台に立つようなブレーキングダウンみたいなやつじゃなくってあくまでも実践ではねそんなにこう叶わないかもしれないけどもでも日々意識を高めてるんですよっていうのがね あるとといいいのかなと思います、まあ、その中でね今回はねモテるための,その格闘技っていうことにフォーカスして少しだけお話したいんですけども、あのー、体を鍛えると何がいいかっていうとまあ意識が高まりますよねまずはね「俺はトレーニングをやってるんだ」っていう意識そしてやっぱりねパロディーにしてもそれからやらせにしても自分が格闘家を演じる名乗ることによって少しだけ意識が高まっていくんですよ。この少しが大事なんでですよねね、えー、肝心な時にちょっとだけ、ねえーまあ 見栄が晴れると言いますか、うん、なんかうモチベーションが上がるみたいなところ負けてたまるかって気持ちが少しずつですけども高まっていってその中で本格的にやろうかなって人が一部生まれればそれはもうね成功じゃないかなと思うんですよで、えー、実際医学的にもだと思うんですけども筋トレをすることによってなんかモテ物質って出るんんですよね、うん、なんかそのなんとエストロゲンかなんか忘れましたけどもとにかく男らしいと言われていることをするとやっぱ男らしい。 ホルモンが動き出して、えー、まあ女性を引きつけるようなね、そんな魅力的なあ体とか意識とか、まあ匂いや空気になっていくんではなかろうかと思います。うん、まあなんせね、うん、やっぱり男一匹自信がつくんじゃないかなと思うんですよ。で、そういった意味でもちょっとうまくは言えないんですけども、その格闘技をやっているとね、うん、そのレベルはまちまちだけども、自信が持てるようになるし、実際持てるんだよってことをアプローチしてもいいのかなと。ズバリ。 モテるためのリファイトレーニングをやる姿とかかっこよくねトレーニングウェアを着ている姿とかやっぱりそれなりに見栄えはすると思うんですよ。でそういったのを YouTube なりなんなりにどん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 前面に出していくことによってあやっぱりね一人前に見られなきゃいけんなって意識も高まるでしょうしあ見る人によっては、ああんかかっこいいなというふうに感じる人もいると。ちょっと例えば違うかもしれませんけどもそのアイドル歌手の真似をしてね いわゆるローカルアイドル地下アイドルみたいな、あのーまあ、女の子とかいると思うんですけどもやっぱりこう可愛いし応援したくなるしなんかねもう盛り上がって気持ちとかってファンって共有すると思うんですよ。だからそんんななななとところなんじゃないかなともちろんちょっと例えばね、あのー、もしかしてがっつり、あのー、ハングリーなあの格闘技やってる人にとってみたら冗談じゃねって思われるかもしれませんけども、うん、でもやっぱり何かに打ち込む姿っていうのはそれがどんなものであれ一本筋を通すと思うんですよ。 そういう意味で心のよりどころにこのリファイトクラブがあるっていうのはなかなか本格的な格闘技に取り組みにくい40代50代のまあおっさんたちに結構ストライクするんじゃないかなと思うんですよねで実際私も今度お見せしますけども腹は出ちゃってしょうがないんですよまああのいつも服を着てます特に和服を着てるんで和服ってちょっとねふくわかな人向けなんですよ で結構この滑覆よく見えるんで体型は悪く見えないんですけども実際には私もね一時期5年ぐらい前がっつりハードなトレーニングするときと比べて1 0ロぐらい太ってしまってね今8 5 6キロあるんですよこれね7 0キロ台じゃないとはっきり言って糖尿病予備軍の予備軍なんですよ予備軍の予備軍ねうんだからがっつりと糖尿病に向かうよってわけじゃないんですけどもこのままでいくと成人病を誘発してしまってね えー、ちょっと暗い50代を送ってしまうんじゃないかなと思いますんで、まあ、本格的に私ねあのファッションでも何でもいいんで自分の体を動かすモチベーションが欲しいんですよそのために月に1回かっこいいファイティングポーズのねエントリーシートを送らせてもらったりとか時にはね、えー、なんかトレーニングを一緒にやってみたりとかねまあもちろん1時間のトレーニングははっきりできません、うん、すぐはできませんそのうちできると思うんですけども今はねウォーキングが 山道を登ったり降りたり1時間するのが割と自分の体に合ってるかなってところなんですよ。もちろん足首も痛くならないですしね、その疲れる前に帰ってこれるんで、1時間の山道ウォーキングはものすごく私に向いてるなと思います。なんかお気に入りの音楽を聴きながら、1時間ぐらいやったら本当に楽しめるんですよ。だからそれも今までは個人の活動として何年もやってきましたけども、これからはね、リーファイトクラブのロードワークだと思ってやることにするんですよ。で、ちょっとだけ距離を伸ばしたりとか、ちょっとだけね、 歩みを早めたりとかして、うんまあ、そういった少しのモチベーションを高めていってでやっぱりいい体いいトレーニングを自分の暮らしの中に入れることによって、まあ、女性に対しても自信を持っていけるかなと私はまあ奥さんですけどね頑張っていきたいと思いますそれじゃあ今回の放送は以上ですこれからもよろしくお願いします